はい、2番リンゴ星人です。よろしくお願いします。あ、3番リンゴ星人です。よろしくお願いします。リンゴ星人です。お願いします。5番リンゴ星人です。よろしくお願いします。いやもう全然もう集まりましたね。今から店舗取っていきたいと思います。じゃあ P さんからお願いします。あ、小 P さん今から店舗です。リンゴ星人新田よろしくお願いいたします。リンゴさん8番さん。はい、2番リンゴ星人です。よろしくお願いします。あ、3番リンゴ星人です。よろしくお願いします。こちらもリンゴ星人です。お願いします。5番リンゴ星人です。よろしくお願いします。メインです。7番お願いします。はい、よろしくお願いします。とりあえず3、4、5のちょっと2番さんへのなんかちょっと侮辱にしかちょっと聞こえないんでちょっとやめた方がいいと思います。そうだよな、そうだよな。8番リンゴ星人です。9番リンゴ星人です。お願いします。1番さんどうぞ。1番の嬉しい場です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ軽くルール説明いきます。初日神なしの守りなしですね。初日守りをしちゃったら連続がないんで、まあ守れなくなっちゃうんでやめてくださいと。で、占いありで、まあチャットは、まあ、雑談はいいんですけど、まあ控えめにお願いします。まあ、あの初日、あ、2日目のあれですね、占い結果だけ、そしてチャットで、まあ、初日にスパッと言ってくれたら、まあ、情報を落としやすいんでお願いします。じゃあ始めます。あらいてもう笑いたよ本当に。はあ、面白い。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。これが来ました。目を閉じてください。リンゴ星人また入ってきた。この人さっきのおばさん、この人がやめろっつって1,2,3,4,5 リンゴ星人6人いるわ。8番さんさっきからだな。知り合いが1,2,3この人あれでしょ、3回連続でしょ。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。はい。9番のプレイヤーは発言してください。いや、まさかの先頭バッターですね。まあ先頭バッター何話そうか考えるんですけど、やっぱ何も出てこないということで、そうですね、今回そうですね、まあ多分一般的に占いたい子出てくるんで、まあどちらも白出しならグレーランって感じになると思います。まあ3人出たらロラでいいですね。そうですね、こんなもんでしょう。はい、女の子もいるんで、まあ、セクハラ発言はやめましょう。セクハラ発言してないじゃん。どうでしょうかと。何言ってんの。1番リンゴ星人です。よろしくお願いします。言ってるだけじゃん。よろしくお願いします。ちょっとそうですね、2番目なんであんまり何を言ったらいいか世代がよくわかんないんですけど、そうですね、2番さんが可愛いので、まあ、みんなで守っていきたいなと僕は思ってるんで、まあ、僕は2番さんを守っていきたいと思います。以上です。ホタルダイなんですね。ホテルじゃなくて。2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。占い資料は特にありません。そうですね、始まる前に3、4、5番さんがなんかよくわかんなかったですけど、そうですね、まあ、1巡目なので特に考察伸ばせませんが、9番さん1番さんもそうですね、今のところ特にないかなって思います。あと
1番さん、ちょっとバックミュージックが気になります。すいません、そこだけ。はい、じゃあ次に回します。3番のプレイヤーは、あ、こんにちは。2番さんの言う通り、そういうの良くないと思うんで、ちゃんとやってください。7番さん、そうやってモノマネするの良くないですよ。プップ。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。ちょっと7番さんのマナーがちょっとよろしくないですね。ちょっとわからないんですけど。まあちょっとやってこう。5番のプレイヤーは発言してください。こんばんは。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。これめっちゃ危ないよ。最初なので誰が疑わしいとかはないんですけど、唯一 LINE といえばエヴァにリンゴなので、そこのところは LINE がつく上がってるかもしれませんね。でもまあ別に怪しいとかは思ってません。7番さん、どうぞ。お前6番本当大丈夫か。お前発言してください。いや、怒られ。はい、おはようございます。とりあえずね、3、4がふざけ気味で、とりあえずちょっとイラッときてます。まあ、イラッときてます。で、とりあえず、考察を来た中では、まあ、とりあえず1周目ではまだ分かんないので、とりあえず占い、出てきてもらって、で怖い、まあしょうがない。とりあえず2周目で考察をとりあえず落としていきたいなと思っております。7番さんに次謝るわ。占い師出てきてくれると嬉しいです。次から真面目にやるわ。うん、8番次から真面目にやる。発言してください。おはようございます。豆さん、真面目把握しました。占い誰も出てませんね。僕、じゃあ占い確定でよろしいでしょうか。占い使用します。ね、リンゴちゃん、ほんとごめん。リンゴちゃん占ったんだ。リンゴちゃん黒だったんだ、ごめん。ほんとごめん。リンゴちゃん殺したくないから、リンゴちゃん入れたくない。でもリンゴちゃん入れる、ごめんな。9番のプレイヤー、またリンゴ嘘ついてんのマジ。まあそうですね、まさかの平和村っていうパターンで、8番さんがかなり死んで、今のうちに出てこないとあれですよ、死んで取れないですよ。まあそんなことはないか。まあそうですね、あと4番さんと5番さんがちょっと擬音語的な感じで、狼特有の鳴き声のように聞こえたのは僕だけじゃないはずやったと思うんで、まあ、4号がちょっと怪しめかなと。で、8番さんが死んでも見たら、リンゴさんが今日狼確定しちゃうんで、まあ今日決まらなければもう、まあ、2番さんから釣ってもいいかなって思ってます。そして、まあ、この後の考察聞きたいですね。はい、1番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、僕2番さんのファンで、ちょっと2番さん守っていきたいなと思ってたんですけど、こういう残念な結果に終わってしまうのはとても残念なんですけど、まあ、僕も2番さんに入れたいと思います。まあ、多分ほぼ勝つのは確定だと思うんで、頑張りましょう。はい、2番のプレイヤーは発言してください。はい、人狼のリンゴ星人です。1番さん、新確定でいいと思います。何言ってんのお前。リンゴ星人は人狼です。前方言っていいですかね。もう最初の時点でセクハラしてきて気持ち悪いんですね。5番さん5番さん人狼です。皆さんの発言終わったら私自爆しますので、次の日行ったら5番さんにも入れちゃってください。そうです、人狼です。3番のプレイヤーは壊れちゃった、壊れちゃった、壊れちゃった。なんで壊れちゃったの、リンゴ星人。壊れちゃった、セクハラした5番のせいだ。僕は7番を釣ろうと思う。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。リンゴ星人さん、ちょっと言わされてる感ありますけど、ね、7番さんがちょっと僕、私は的に黒で見てますけど、ね、7番さん怪しいと言っときよるかもしれない。5番のプレイヤーは発言してください。発言してください。聞こえますか。
ボイスチェック、6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。みんな気持ち悪い。じゃあ2番把握、次に5番釣ります。7番さんどうぞ。7番のプレイヤーは発言してください。次でも暇すぎる。っていうかもう1、3も4でも5もふざけすぎてるっていうのが、とりあえずそこがちょっとね。いや7釣りって言うけどまあ。ねえ、本当にちょっと気持ち悪いです。男、まあ同じ男としてちょっと情けないなと思ってきてます。8番のプレイヤーは発言してください。7番、真面目か。6番さん、もう一回聞いていいですか？何歳ですか？ね、6番さん、釣ります？1番さん。釣っちゃうか。投票を始めてください。夜にスキップしました。夜が来ました。目を閉じてください。え？ボーンだって。7番殺せ、7番殺せ、リンゴ星人、7番いけ、5番、7番だ。俺言うわ。女キャラを使ってる。昨夜死んだのは。バカ、何してんだよお前。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。これ7確定ですかね。黒で見てたんで私のせい。5番。夜にスキップしました。ゲーム終了。左手の勝ちです。もうダメだあの部屋もう。勝負ならねえ。